カレンさんこんにちは、アカンでしたよ。で、皆さんこのルチア使ってますでしょうか。まあ、この子はですね、新性能のトリックコートってやつがあるんですけど、まあ、これ試合開始時とか失点した後とかアナザーアクション使ってから2ポイント間みたいな感じで、他のキャラクターにも引き継ぐことができるんですよ。で、このうちのスインゲリアプラス 20% 未満のキャラはスインゲリアプラス 30% になるっていう性能が、この新エレンとか旧エレンと組み合わせると結構やばいっていうのを DM でいただいたんで、今回それ試していきたいなと思います。2分で知りたいことを解説するちょこっと白手にっていうチャンネル作ったんで、よかったら見てね。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。相手レート2424で、うおナンバー53ということで、まあランカーなんやけど、とりあえず初手に関しては、でも初手性能別にないよなこの子ら。うおドロップできるやん言うたそばからよいしょ。これでドロップして強っ、届かへんかった、シンプルに。はどうしようかな。でもとりあえず、あ、でもどっちも得意状態にする必要は一応あるのか。でもし相手ルチアで SS 打ってくれるんであれば、まあ俺は別に交代バンコする必要ないと思うんで、まあこのままラリーしていって、まあ、打ってくるまで耐える感じかな。よいしょ。え、なんでなんかうまいこと反応せえへんねんけど、これは俺がラケット触れてないだけですか。じゃあ俺もドロップ通過を、これでほい。やばい。ドロップしたらその分相手も、うわぁ!それ取られん。ただ、まあ、これでトリックコート2ポイントがなりました。で、これでエレンにしていけば結構いいはず。これで交代していって、よいしょ。まあ、あれもあるしね。取れなかったとしても、これ。このシュインってやつ。何やったっけ?立体軌道か。立体軌道あるから絶対取れて、そっから大きくなりますと。え、くえ、想像以上にでかいね。いや、え、嘘?なんでなん?これは、トリックコート以上に効果発揮してない。あ、でもそうか、もともと大きいからそれに 30% が乗せられてみたいなこと。バケモンやん。まあ、ちっちゃくなったら普通ぐらいけどさえぐよいしょ。ただあれやな、旧エレンとかやったらね、これずっと大きい状態で折れるんやけど、俺新エレンやからさ、それができんのがちょっとね悲しくはあるんやけど、いやでもいいね。で、相手でもそのまま来るんやったら俺はもうエレンのまま行くか。まあ普通やったら相手にあのルチャがいないのであれば、次ルチャに交代するがよかったかな。いいね。で、ジューン。はい、これ強い。シンプルにね、シンプルにこのラケットはいい感じです。ただ俺あれやな、増加量じゃなくて交代時にしてしまってるから、SS 回転率あんま良くないですね。よいしょ。で、私の立体機能なくなりました。はい、ギリ取れたラッキー。よいしょ。ドリンク欲しいな。でもこっちスマッシュするっしょ。せえへんのかい。大きくなったからと言って感あるな、この子。5打球間だけやもんな、大きくなんの。ほんで、そこまで得点力がない問題があるからな。はい、取ったギリ危ない。やばい、ドロップされる。されへんかったけど。よいしょ。やっと大きくなれる。おっそ。はい。でっか。やばい、アウトやな、これ。アウト、アウト。腹パンすんなよ。びっくりした。この子あれやんな。なんか、大きい状態からちっちゃくなった時って、体力999回復したやろ、確か。なんか、ドリンク取らんでもよかったっつったけど。何でも取れるやん、それ。よいしょ、これで、シャキーンってやって、そっからの、オーバーフルボレーしていきたい。あ、危な。よいしょ。やばい。はい、これで取れる。よいしょ。やばい、あと2しかないけど、まあ、とりあえずこれは取っていって、こっからどう耐えるかやねんな、さっきから。結構きついんですけど、あ、何?あー、これあれか、ルチアの性能のやつか。普通にやられてしまったら。うわ、こっから 50% 貯めんのしんどいぞ。よいしょ。これで、やばい。取れた?すご。なんでそれ届くん?え、こっち。はい。で、あー、それは強い。勝たれへんのかい。はい、というわけで2戦目やっていきたいなと思います。相手レート2003で、ルチアとレクトと、確かに、ルチアとレクト。いや、ルチアとレクトの組み合わせはあれか。このエレンとレクトの組み合わせやったら SS 回転率バカみたいに上げることができるんで結構強いかなと思うんですけど。この怪奇黒川の管理に入れとけばよかったな。ほんで、なんで俺はしょってこの子で行ったんやろ。この子リーダーにしとったら打球効果無効であのラケットを防げるのはわかるけど、それ以外は意味ないな。まあ、とりあえずいい感じに SS 溜まったんで、どうしよっかな。相手がルチャーで来る可能性があるから、とりあえずこの子得意状態にしとくか。なるほどね。まずその子ね。得点値、まあ、失点してもやけど、SS ゲージプラス 40% なんで、とりあえずその子って。え、なんかでっかなったぞ、普通に。これは何?普通に、この子関係なくみたいなことですか?これでも前からなっとった気もせんでもないな。あー、それは無理だな。特殊状態やったら打球効果向こうはつくからね、防げるんやけどな。うわー、今のちょっとストライセーターワンジャン取れたかもせえへんかったな。もったいないけど、まあまあ、この子で戦っていこう。よいしょ。
これで SS がカーブで来るけど、はい、ギリ取れましたと。ナイス。ただ俺がもう一得点してしまうと相手はね、ラケット復活しちゃうから、次は得点すぐできるのは良くない。これで、はいはい。危ない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 。これ普通に凍るからな。わあ、ほんまにそれちょっと強いな。ちょっとどないしようか。でも俺この子で得意上でならないとね、どうしようもないから、これで、とりあえず一回パーンってやっといて、オッケーオッケー。点取れたんは結構でかいよ。で、これ2ポイント間やった気がするんよね。そうやんね。なので、まあ、このない状態戦えると。うわ、忘れてた。いや、打ち上げます。あ、でもこれは追いつくわ。オッケー。これで、俺は早く SS を打っていきたい。これで、やばいやばいやばい。はい、やっと打てる。よいしょー。これで打って、これ得点できたらエレンでさ、とどめさせるからさ、もうめちゃめちゃ理想通りですよね。はい、ナイスー。神ジャストですね。多分3打球ゴッドのジャストで打てただけな気がするけど、まあこれで決めて、こっから爆疲労エレンでいきましょうか。よいしょ。はい、でかい。やばい。取られた。ちょっと待って、これどうしようかな。これ広いままなんかいい感じに得点したいけど、まあ SS はしょうがないな。はい、凍結したいけど、まあこっから俺は何回かね。立体軌道で打てますんで、これでいい感じに得点して、はい、ナイスまあこのエリアが広い意味はそんなないか、これ。はい、ということで3戦目やっていきたいなと思います。相手レート2091で、怪奇黒か、リルテッド青の王という感じになっているんやけど、とりあえず、まあ初手はこの子かな。よし、これで、まあ初めはイレバンギミック向こう。あ、ついてるか。あ、初めからついてるんや。めっちゃ優秀やん。で、消えるから。あ、強。あ、初手俺この子そんな強ない思ってたけど、結構強いっすね。じゃあ、このまま引き続きこの子で行きましょうか。え、マジでイレバン星の神じゃない?だってリルテッドの。ちょっとまだ地面向こうついてないからね。この波で走りにくい効果はありますね。これはちょっと一回、撤退しよう。一回撤退や。よいしょ。これで、まあまあ、これがある。立体軌道があるから、別に大丈夫。オッケー。よいしょ。やばい!まあまあ、こういう時のためのこれね。危なー!あと1回ある?ないわ。オッケーオッケー。で、あと1だけ、あと1だけ。くっ、ギリ取れた。で、SS 打って、はい。あれ、でかくね?あ、そうかそうか。さっき失点したもんな。失点したから、それで、まあ、あの、エリアが広がってるっていう感じやね。トリックコートが、ワンポイント間続くんで。よし、この子で行くけれどもやな、これ。ちょっとあまりにも、あ、でも、俺がジャスト出せば結構いいのか。ただ、ちょっと、あれやな、これ波に流されるのは結構だるいな。やっぱ得意状態になってないと、そこはきつめではある。やばーい。頼む!ラッキー?で、これで、打てる!え、なまあまあ、失点したからね、こっからまた新エレンは大きい状態で戦うことができますと。オッケー。え ?SS 倒ってない。何?あれ、SS って、他のキャラに、あれ?継続して使われへん感じだったっけ?よいしょ。これで、はい、いいんじゃない?これ。ナイス。で、これで、次にこの子で行きますと。もしかしてこの子得意状態になってる?すでに。なってるっぽいな。いけ!あ、なってないわ。あれ、よう分かれへん。押してたらちょっと SS は他のキャラに引き継げないみたいな感じになってんのか。これはちょっとなんか直してほしい感はあるけど、これは仕様なのかな?よし。じゃあもう一回この子に交代してって感じで。よいしょ。やばいやばい。まだある、まだあるから、まあ、別にドロップスマッシュは耐えれます。で、はい、ドリンクもありがとう。で、ここで一回オラクル。あ、勝った。あんま活躍、あんまエリア関係あらへん勝ち方したけど、まあ、普通に楽しかったな。最低レート2139で、MVP 赤髪と、怪奇黒髪と、あと、ツユハがおるのか。ツユハって俺、アクセラ対策できるしか覚えてないんやけど、それ以外のやつってなんなんやろな。まあ、とりあえず、あれかな、雪ストーム打てるっていう感じかな。とりあえず、あ、そう、あと初手強いのか。そうですや。で、これサテライト来るから、危な!玉消えたからギリ助かったもののって感じやな。あ、でもやっぱ玉消えんの強いか。初手そんなにこの子強くないと思ってたけど、ボレーに来させられへんのは結構でかいよ。俺がジャスト出せばの話やけど。いけ、ジャスト。やば。ジャストとはもう正反対のこと起きちゃったよ、今。やばい!これはもう一回ドリンク取って、また同じ作戦ですね。新エレンで SS 打ってみたいな状況を作っていこうかな。さあ、相手誰で来るのか。回帰来るか?あ、来ないか。じゃあ私はエレンで。よいしょ。これで、はい、SS ゲージ溜まったね。ドカンしていきまして、ボレイ。え、こんな、絶対相手で SS 抜けへんねんけど。でも腹パズる可能性ある。はい、やばない。この位置で飛炎 SS 取ったんやで。やば。見た今の、絶対取れるはずのない距離から返しましたね。やばすぎる。よし、この子で。やばい。あー、それちょっと普通にあれやな。俺が下手くそやったら。え、どうしようかな。もうちょいエレンでラリーしようかな。はい。これで、失点したからさ、エリア広がるとかあった気がせんでもないけど。あ、あるな。失点した時、得意状態じゃなくても効果ありなんや。よいし
いや、これちょっとどうやって攻めるん。はい、いいんちゃう、いいんちゃうこれ。くっそまあこれはしょうがないな。やばいやばい、腹パンだけはしない。でこれでよいしょ。やばい、俺の立体装置終わった。立体起動装置やったっけ。はいはい、これでスピンドゥンってして、やばいそれ普通に強い。まあ久しぶりに強いハト当たったらちょっと普通にピンチなんやけど、これでちょ頼む、柱頑張れ。くそ、柱ナイス、やばい、やばすぎる、これはやばい。よし、ギリ耐えたよ。でくちょっとお前 SS 回転率が致命的に悪いわこれ、きつ。まあこの後ね、あの普通に非衛星決められてしまったんやけど、まあこの編成自体結構面白かったりするんで、よかったら皆さんも使ってみてください。ということでまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。